花園出場を決めた時の気持ちを教えてください。自分たちの代で第100回大会の花園を迎えられて、まずホッとしました。今年のチームの特徴を教えてください。去年よりは体が小さいんですけど、60分間ハードワークをバックスフォワードともにできるので、そこが特徴だと思います。全国に向かって意気込みを教えてください。自分たちの代で今まで達成できてなかった花園のベスト16以上を自分たちの代で絶対達成したいと思います。せーの、ドロー